今週は国会の論議が全国の注目を集める中で、名古屋城の木造復元のニュースが、めでたいニュースが入ってまいりました。それに関連したお話を今日させていただく幸せを今感じております。この戦わずして勝つというのは一般受けしないためにあまり評価が高くはないんですけれども、正真正銘の歴史を動かしたという意味ではまさに名君、つまり明治近代国家の幕を開けたのはこの徳川吉勝のおかげであるというお話を今日はさせていただきます。名君と言いますと皆さんよくご存知なのが上杉鷹山ですね。なせばなる、あのケネディ、あるいは東京オリンピック女子バレーボールの大松監督が引用したことでよく知られております。大赤字の米沢藩の犯罪性を40年がかりで立て直しました。地域の産業活性化によって立て直したわけですけれども、彼の考え方、受け継ぎて国の司の身となれば忘るまじきは民の父母と、領民のために尽くす、まさにこれが名君ということの条件なわけです。ただですね、上杉鷹山改革のために何をやったかといいますと、家臣や重臣など切腹斬首などの、粛清をしております。皆さん勘違いしますから頭に入れておいていただきたいんですが、江戸時代改革だとか方針転換をする場合にはこういう血を流すということしかできない、それほどの厳しい時代であったということを頭に入れておいてください。では今日の主人公、徳川吉勝、彼が藩主になる前の尾張藩というのはどういう状況だったのか。藩の財政破綻、今に換算すると年間およそ180億円の赤字が続いていたのです。その大きな原因は歴代のお殿様の派手な浪費癖でした。11代藩主徳川成春は数千羽の鳩を飼育、その熱中ぶりは家来に命じて一羽一羽に名前を付けさせたと伝えられるほど。12代成鷹は茶の湯に還暦、数多くの名物を金に糸目をつけず買い漁りました。こんな殿様が続く背景には名門徳川ならではの親戚同士のいがみ合いがありました。江戸中期、尾張の殿様が将軍の政治に物申し対立、これを黙らせた将軍家は厄介な親戚尾張を押さえつける策を編み出します。養子の押し付けです。幕府は尾張の藩主に将軍の兄弟や子供を次々にあてがいます。将軍家つながりの殿様だけに文句も言えない、そんな状態が50年近くも続いたのです。江戸後期の天保年間、尾張の家臣たちが立ち上がります。押し付けではなく自分たちが望む人物を藩主にしたいと運動を始めたのです。彼らが望んだのが松平秀之助、後の徳川吉勝です。尾張の隣高須藩藩主の子で文武両道に秀でた若者として知られていました。ここから養子を迎えてもお金や名誉での得はありません。それでも尾張の人々は自分たちで選んだ人材に藩の立て直しをかけたのです。補足しますと、将軍に物申したというのは7代藩主宗春、8代将軍吉宗の、政治に茶紋をつけたというわけなんですけれども、それで道中だとか家老から足をすくわれて蟄居謹慎の身となりました。初代藩主の吉直以来ですね、この尾張徳川というのは将軍家に物申すご意見番という形だったんですね。それが、将軍家にとっては煙たかったということです。それからこの高須藩、尾張藩の後継者が耐えたら、相続人を出す師範、言ってみれば人材派遣バンクというところですね。ですから宗春が隠居した後に
8代目として宗勝が入って、きちんと尾張藩の財政を立て直すということをやっております。そんなこともあって藩士たちは義勝に尾張藩士になってほしいと願ったというわけです。まあ、実は幕末有力な藩では後継者がいなくなるというケースが多くなってですね、義勝に限らず弟たちにも養子縁組の話が持ち込まれておりました。弟たちは優秀で各藩の藩主に迎えられていました。7歳下の弟徳川持長、義勝が謹慎している間尾張藩主を務め、その後一橋徳川家の当主になりました。そして11歳下の弟松平容保、10歳の時に会津藩に養子に入り16歳で藩主を継ぎました。22歳離れた弟松平貞昭、14歳の時桑名藩の藩主に迎えられました。この後兄弟はそれぞれ幕末の歴史に重要な役回りを演じていくことになります。この大名家に養子に入りますと、その藩の在り方を学んで身の処し方を決めたんですね。藩の成り立ちに縛られたのがこちらの弟の会津藩松平容保というのはですね、会津藩の藩祖星名正幸、母親は違うんですが三代将軍家光の弟なんですね。ですから藩の使命として将軍家を守るということ、何より正幸自身が大変な名君でして、領民のために尽くして江戸幕藩体制の基礎を固めた人、そういうふうな形で尊敬されておりましたから、その家訓というのは絶対的なものだったんです。エコヒーキスべからず、法を犯す者は許すべからず、正幸の平等精神や法治主義が反映された条文、その第一条には、将軍家を大切にして何があっても絶対に忠誠を尽くすべしと記されています。他の大名家がどう動いても会津藩だけは決してその将軍家の忠誠を忘れないようにと。でもし忘れた場合は私の子孫ではないから家臣たち従わないようにということで、その覚悟までを込めた、まあ、非常に強いメッセージを込めた条文になっていると思います。ちょっと横道にそれますが、家訓といいますと尾張藩初代藩主の義直の藩君王明によって催されること、そこから幕府より天皇を重んじた尊王の藩であるとする結果から、類推した後知恵があります。しかしですね、江戸の初期家康をはじめ武家はみんな勤労といいますかね、尊王でありまして、朱子学を学んで大義名分論というのが当たり前だったんですね。ですから太平記も流行して後醍醐天皇を支えた楠木正成がヒーローになったわけです。ですから勤労と裁くというのはほぼ同義語。水戸黄門光圀がこの天皇を中心とする第二本誌を編纂しております。尾張四大藩士の義道も遺言の四条目、御三家は将軍の家臣ではなく朝廷の家臣で、不測の変が生じた場合はいつでも官軍に属し朝廷に向かって弓を引いてはならないとしております。ただここだけつまみ食いすると誤解を生じるわけなんですね。その前段二条目にはですね、権現様が新郎により築いた天下はいかなる大変があっても徳川家がある限り他家へ渡すことがあってはならないと、政治は徳川が担うとしているんですね。それで義勝は後に苦しい選択を迫られたわけです。ちょっと話が逸れてしまいましたが、義勝は
借金まみれの尾張藩に入ると身を切る改革から始めております。まず義勝は藩主が自由に使えるお手元金をそれまでの年間1万9000両からわずか20両にまで削減これに倣い家臣たちにも給料削減を受け入れさせます。そして義勝は持ち前のまめで細やかな性格を改革に生かしていきます。特に義勝が積極的だったのは藩士の働きを自らチェックすること。これは藩の軍事編成の名簿およそ1700人分をなんと義勝自身が手書きしています。武器の指導者師範ごとに門人の数や軍事演習への参加回数まで記録する徹底ぶりです。このページ付箋を貼って見えなくしているのは解雇された鉄砲師範2人の名前です。門人の数は4人と3人、際立って少ない人数でした。しかも1年間に軍事演習に解禁した門人はゼロ殿様自らの細かい人事査定、部下たちはさぞかし緊張したでしょうね。こうして義勝は藩のあらゆる改革を部下任せにせず自ら手がけました。そして就任7年目でついに尾張藩の財政再建に成功したのです。まあこれだけでも名君の資格十分なわけですけれども、義勝は幕府が取り寄せたオランダからの機密文書を書き写しまして海外情勢にも隣国清が開国したことで生じた混乱、西欧列強が持つ強大な軍事力、さらに義勝は国防に関心を持つ外様大名とも連携し来るべき外圧に立ち向かう道を探ろうとしていた。藩主となって4年後ペリー艦隊が浦賀に姿を現し開国を要求した。対応策をまとめられない幕府に対して義勝は意見を提出する。天朝へご送達、国の根幹を揺るがす外交問題として朝廷と連携するべきだと進言したのだ。まあ、この義勝の建白は後に生かされるんですけれども、こうした意見が言えたのはですね、ペリーが来た時の老中筆頭この安倍政宏が政治改革をしたからなんですね。開国通商という問題についてそれまで発言権のなかった大名にも広く意見書を募りました。例えば大広間の外様大名はそれまで権力から最も遠ざけられたグループ。しかし海岸防備には薩摩藩や長州藩などの協力が必要でした。また大廊下は御三家や家紋など将軍一族のスペース、彼らは幕政に口出ししない名誉職の立場、安倍はここにも意見を求めました。まあ、この映像に出ておりました江戸城の大名の座る位置、この溜まりの間というのが老中になるんですけれども、この当時のシステムというのは老中が全てを仕切って将軍はただハンコを押すだけと言いますかね、石原慎太郎さんのような感じだったんですね。余計なこと言ってしまいましたけども、この玉湯の間になるためには関ヶ原の戦い以前に徳川の家臣になっていた大名で、御三家とか将軍の親戚の審判大名は大廊下で口出しはできません。で、岩屋大広間の毛利島津といった外様大名などは蚊帳の外であった。それを安倍がパンドラの箱を開けてしまったわけです。みんなから意見を聞く幕府のご政道に口出しができるようにしてしまったということなんですね。これが幕末下級の公家下級武士たちがのし上がってくる下克上の始まりなわけです。岩倉具視、西郷隆盛が檜舞台へと駆け上がっていくことになります。ただこの時点では誰もが
幕府の号令一下、日本を列強から守る覚悟ではありました。そういう時に時代の寵児として登場したのが水戸斉昭でした。水戸藩の前藩主で海の守りを司る海防参与の徳川斉昭だ。異国船を打ち払うため大砲を74門鋳造、幕府に献上している。斉昭は絶えず西洋の書物を取り寄せ情報を集めていた。軍事力によって異国を牽制し鎖国を貫く、それが斉昭の基本姿勢だった。尊王攘夷、天皇を尊び異国の汚れを入れず打ち払うという思想は斉昭のもとから広く日本中に広がっていった。斉昭は勇ましいんですね。伊敵が上陸してきたら槍や刀で電光石火に戦えば伊敵を皆殺しにするのは容易である。これはいつの時代でもあることなんですね。ちょっと余談なんですけれども、我が青春時代、北朝鮮は地上の楽園、米帝国主義を追い出せと言って、マスコミからもてはやされた人がおりまして、私も一時熱に浮かされました。誰とは言いませんが、これが時代の空気、勤労の志士たちも熱狂したんですね。それでも外国船に水や燃料を補給するだけ、友好を結ぶだけという日米和親条約、とりあえずみんな同意したんです。ところがアメリカ総領事としてやってきたこのタウンゼント・ハリスが、いつまでも貿易を拒否していると隣の新国みたいになるぞと、早く港を開けというふうに恫喝いたしました。それには尊攘派を、懐柔しなければいけないんですが、幕府官僚に知恵者がいたんですね。尊王攘夷の逆手を取りまして、天皇の勅許さえ得れば彼ら文句言わない、納得するだろうというふうに思いつきました。ところがこの妙案がつまずきのもとです。時の天皇、孝明天皇はですね、大名みんなが賛成しなければダメだと差し戻しをしたが、ために幕府は窮地に陥ってしまいます。それはそうで、現実を知る、幕府官僚、大名、原理にこだわる尊攘派の大名、折り合うわけがないわけです。それに断を下したのが日米修好通商条約、開国ですね、大老井伊直弼、最終的にこれに調印をいたしました。その大老に対して徳川義勝はどうしたのか。義勝は井伊大老と直談判するため江戸城に乗り込みます。尾張軍中納言まかり通る、いい家紋の神に取り付けい。家紋の神、いでよ。この国の行方、とくと語り合おうではないか。いい直助は姿を現しませんでした。そして義勝は隠居謹慎を命じられます。この途上、押しかけ途上と言いまして、会合の日でもないのに、このたまりの間ですね、幕府執行部の部屋に入るというのは規則違反、それで蟄居謹慎となったわけですが、義勝は当時は、斉昭、おじさんに非常にこう尊敬していたわけですね。しかし、しかも次期将軍として英名の誉れ高い斉昭の息子の一橋慶喜を死なさいと要求もしておりました。それで義勝に限らず一橋派大名はみんな藩主の座を追われてしまったということです。この時義勝が35歳、それなりの年齢ですが若気の至りとも言えます。ただこの砂鉄が人間を大きくした節目でもありました。翻って幕府側の人材を見ますと、日米修好通商条約の交渉役に当たったのが岩瀬忠成、非常に優秀な官僚です。条約を断れば横浜は香港と同じように租借地になってしまう、あるいは他の地域は列強に
蹂躙されてしまう恐れが多分にあったわけですね。実はですね、当時のアメリカというのはメキシコからカリフォルニア州を奪ってニューメキシコを騙して安く買い取るという算段をしていた最中、侵略国家だったんですね。そのことを岩瀬は熟知しておりました。まあ、それはさておき、謹慎中の義勝、写真にのめり込みます。写真は当時西欧からもたらされた最先端のテクノロジーでした。義勝が過ごした尾張徳川家の江戸下屋敷の居間です。決して見ることができない殿様の生活の場が写されています。見てみると本を読むための書見台があります。手前には火鉢、そして奥にはこたつがあります。こちらは義勝の書斎です。壁にはびっしりとさまざまなものが並んでいます。柱には舶来の掛け時計、さらに別の時計もあります。その奥には洋風の額縁が見えます。義勝が常日頃から西欧の文物に触れていたことを示しています。これは今富山公園として姿をとどめる江戸下屋敷の庭を撮った写真です。画面中央の橋は琥珀橋と呼ばれていました。優美なアーチ橋の向こうにはひなびた東屋、当時の名庭園の姿が写されています。まあ、記録写真家としても素晴らしいものがあるわけですが、この写真三昧が彼の頭を冷やすいい機会だったんですね。国内情勢の目まぐるしい変化から距離を置くことができたということ、日本の行く末を考えることができました。そして今あったように海外情勢を入手することができた。あの横浜からすぐ入ったわけですね。そこから世界の中の日本、日本の中の尾張という地政学を学んだと思うんですね。すいません、難しい話になってしまいまして、あの地政学というのは19世紀流行りの学問でありまして、地理的な位置が政治経済軍事的に大きな影響を及ぼすんだと、そういうものなんですが、ちょっと例で言いますと、これ付け城というふうに言うんですが、江戸初期豊臣家のこもる大阪城を囲むように今残るさまざまな城が作られました。これ軍事拠点なんです。お城ってのは軍事拠点ですね。そういう中で名古屋の位置づけとして家康はここを前線本部といたしました。豊臣家が滅びますと、朝廷の保護と監視役を地理的に重要な場所にある彦根の藩が担いました。今大河ドラマ、直虎が守った井伊家ですね。そしてもし朝廷を利用して西国大名たちが押し寄せてきたら、この名古屋で近隣大名を集めてその防御に当たるというのが地政学的な尾張の位置だという、大変難しいお話をしてしまいましたけれども、後の義勝の苦渋の決断の意味がこれでわかるかと思うんです。そういう中で情勢が大きく動いて、義勝は檜の部隊に登場いたします。義勝の謹慎中、幕府を取り巻く状況は大きく変わっていた。寛政7年、大老井伊直弼が暗殺され、幕府の権威は失墜した。幕府は天皇家と婚姻関係を結ぶことで権威を回復しようと公務合体策を打ち出す。義勝が求めていた朝廷との協力体制を築こうとしたのだ。だが時の帝孝明天皇は婚姻を認める代わりに厳しい条件を突きつけた。早く攘夷、すなわち外国との条約を破棄し外国人を退去させるよう求めたのだ。
困難な状況に追い込まれた幕府が頼みとしたのが、かつて朝廷との連携を進言した義勝だった。文久3年正月、義勝は朝廷との折衝役として京都で政治の表舞台に復帰する。早速直面したのは長州藩が行う請求な攘夷だった。朝廷の意向を盾に外国船に砲撃を加えたのだ。各藩が勝手に行動することを危惧した義勝は朝廷に意見を上奏した。過激の輩が粗暴な行為をしないよう各藩に命じ、攘夷の策略は全て幕府に専任されるように。あくまでも幕府主導の下で挙国一致体制を作ろうとしたのだ。時を同じくして義勝の弟たちも京都で活躍を始めていた。片森は新たに設けられた京都守護職に任命され、京都市中の治安維持に当たることになった。貞明も京都諸子大として片森を支えることになる。長州が外国船に発砲した翌年、片森配下の新選組が京都池田屋で長州藩士を含む過激派の浪士を襲撃。さらに会津藩排除を唱える長州藩が藩兵2000余りを上京させ、京都御所に侵入しようとするのを撃退した。世に言う禁門の変である。長州は朝敵とされ、幕府に追討の勅命が下った。幕府にとっておよそ230年ぶりの大規模な軍事行動である。ちょっと激動の時代を綴めた形でご覧いただきましたが、義勝は14代将軍家茂からですね、長州政党の総督に命じられたわけですね。その時に全権委任を頼んでおります。というのは幕府がもう無責任体制、言ってみれば東京築地から豊洲へ誰が何をどう決めたのか全くわからない無責任体制になっていたということで、そこで誰かでなく、ね、勝手な口出しされたら困るというわけですね。しかも彼には長州対策ができておりました。今回の戦いは幕府に抵抗する長州を徹底的に叩く好機と捉える弟の片森と貞明。その思いをよそに義勝はゆっくりと進軍していきます。ようやく広島に入った時には総督を引き受けてから一月半が経っていました。陣を張った屋敷の中から撮った写真です。右奥には広島城の天守閣が見えています。まるでやる気がないように見える義勝は水面下で手を打っていました。長州に参謀の薩摩藩士西郷隆盛を送り込んでいたのです。その目的は和平交渉。義勝が総督を引き受ける直前、長州は下関でイギリスやアメリカなど4カ国の連合艦隊の砲撃を浴び、大打撃を受けていました。すでに西欧列強との戦いは現実のものとなっていたのです。広島にとどまること1ヶ月、説得を受け入れた長州は戦果を交えることなく降伏します。長州藩は禁門の変の責任者を次々に切腹させました。そこには日本の行く末を思う深い眼差しがありました。今は日本人同士戦っている場合ではない。しかしその考えは幕府の理解を得られませんでした。この後将軍となる一橋慶喜は西郷隆盛をさつまいもに例え、義勝を揶揄してこんな言葉を残しています。総督殿は芋によった。まあ、今の評論家と同じで、
慶喜は高見から勝手な批評をしていたわけですね。というのは、長州が死に物狂いで抵抗すれば相当な犠牲もさることながら列強の介入を許してしまうという状況、それが分かっていたので義勝は尊攘派ともその話ができるつてがある、しかも仲の良かった島津成明らから紹介されていたこの西郷を参謀にしたわけです。小説やドラマで長州政党のね、第一次長州政党西郷が全部仕切ったんだというふうに書かれてますが、封建制の上下関係からしてそれはありえないことですね。まあ、それは明治以降に西郷を英雄視する完全な創作です。何より身分の低い西郷が総大将を差し置いて勝手なことができるはずがないわけです。さて、長州藩で再び勤労派が主導権を握って倒幕に転じますと、義勝を馬鹿にしたこの一橋義信が立ち上がります。義信は自ら先頭に立ち、精鋭を率いて出陣すると朝廷に申して天皇から勅許を取り付け生き幕義信の様子を家臣であった勝海舟はこう記している。義信公は大いに奮発している。長州政党の成功が見込まれる。ところが8日後、君子豹変し突然出兵を中止。愕然とする部下たちに義信は、勝てない戦はやるだけ無駄だまあ、勇ましいことを言いながら途中で投げ出すよくあるタイプですが、ただ非常に慶喜っていうのは合理主義者、勝てない戦いはやらない、こういう人がね太平洋戦争にいたらいいよかったなと思うんですが、まあ余計なこと言っちゃいけませんが、それでも将軍家持ちが亡くなりますと15代将軍として、就任いたします。それまで後見役だったんですね。そしてさらに薩長の倒幕の動きを知ると政権を朝廷に返上する大政奉還を行うんですね。まあ、義勝はその有力な藩による合議制というのはもともとからの持論でしたから賛成するんですが、事態はもうそこではとどまらなくなっていたということなんです。大政奉還から2ヶ月後、薩摩藩、長州藩や公家の岩倉具視らが天皇を中心とした新政府の樹立を宣言。義勝は新政府の要職に選ばれた。ところが新政府の中に義信の名前はなかった。義信主導になることを避けるため外されたのだ。義勝は義信を新政府に入れるよう強く求めた。これに対し岩倉たちが示した条件は厳しかった。時間の落ち、義信の官位並びに徳川領200万石を朝廷に返上せよというものだった。この徳川宗家を無力化する仕打ちを義信に伝える苦しい役目を負わされたのは義勝だった。義信との会談の場でこう伝えた。尾張全国を喪失に感応し、もってその不足を償わん。義勝は尾張の領地を徳川宗家に返すことで義信を支えるというのだ。新政府の中に宗家を生き残らせたいという精一杯の進言だった。しかし義信はこれを受け入れようとはしなかった。そして最悪の事態が起きる。新政府の徳川家に対する処遇に不満を募らせていた片森たち強硬派が動いたのだ。慶応4年1月3日、旧幕府軍と新政府軍は京都郊外、鳥羽、伏見で戦闘を開始した。戦いは錦の御旗を掲げた新政府軍の一方的な勝利に終わった。義信、片森、貞明は
将兵を大阪に残したまま江戸に逃走。朝廷は彼らを朝敵とし追討令を下した。追討令が出されたその日、義勝は新政府の実力者岩倉具視から過酷な選択を迫られる。この処置を承服しているとは思うが、追討に依存があるならば国元へ帰り慶喜に加勢するのは勝手だ。だがその後いくら嘆願しても一切取り合うことはない。辛い立場がよくわかると思うんですが、補足をいたしますと、この後慶喜が敵前逃亡した後ですね、旧幕府軍の軍事拠点である大阪城の受け取りに義勝が行ってるんですね。そこに尾張藩内で幼い藩主を押し立てて幕府に味方する合流する動きがあるということが情報が入ってきて、急いで尾張に彼は帰るわけです。さらに追っかけるように岩倉具視から朝廷につくのか旧幕府を支援するのか騎士を鮮明にせよという書状が来て、まさに一刻を争う状況となりました。義勝は藩を一つにまとめるため苦渋の決断をします。あくまでも新政府に抵抗すべきと主張する保守派の一層でした。斬首は14人、処罰は20人以上に上りました。そして義勝は全ての藩士たちに新政府への忠誠を誓わせ、勤王の志の欠板をさせます。東海道には家康公以来の不大大名が多く、道理を尽くして説くことだ。かしこまりましてございます。この後義勝は幕末の歴史を変える決定的な働きをしていきます。新政府側につくよう説得工作を始めたのです。徳川林政史研究所にはこの時義勝が集めた誓約書が残っています。その中には旧幕府側を守るのが当然と思われた勢力も少なくありませんでした。三河の岡崎藩の家老が出している勤王証書というものになります。家康生誕の地に置かれた岡崎藩が義勝に誓った文書です。たとえ徳川諸人の式これあり候とも、親方様の伺いの上なくては王子マジック候こと。旧幕府側からの指示があっても義勝に伺いを立てることなしには応じないというものでした。義勝の説得工作は徹底していました。それは諸藩にとどまらず、旗本や寺などが持つ小規模な領地にまで及んでいました。江戸と京都を結ぶ東海道と中山道に沿って着々と工作が進められていきました。家康が江戸を守る要として開いた御三家筆頭の尾張藩、その決断は情勢を一気に変えていきました。義勝が説得を始めてからわずか2ヶ月で東海道中山道沿いの43の藩447の旗本領などが新政府支持に染まりました。この結果新政府軍は東海道と中山道を通り、無駄な血を流すことなく江戸へと向かいました。そして慶応4年1868年4月江戸城は無血開城します。ここもちょっと補足させていただきますと、義勝が粛清という非常に難しい判断を迫られたのは、徳川御三家には将軍直属のお目付役付家老という制度があったわけですね。成瀬隼人守、竹の越兵部、昭雄という2つの家老がありました。
幕府に弓を引くことのないようにということでつけられたものなんですね。これが幕末藩内2つの派に分かれたんです、竹の子家は将軍第一とする不意元党に近い立場、鳴瀬家は尊王を唱える近鉄組に近い立場、ペリー来航以来中央政局と連動して尾張藩内でそれぞれ主導権を争っていたということなんですね。つまり尾張藩は将軍家との距離感をめぐって崩壊寸前の状況であったと、切迫した状況だったわけです。それで義勝は観察の情報に基づいて短期間で果断な処置をいたしました。これが処刑された重臣の家にちなんでの青松葉事件、今に至るまで真相が分かりません。冤罪なのか、あるいは謀略なのか。ただ言えることはですね、義勝の有無を言わせぬ決断が尾張藩を倒幕でまとめて諸藩が一気に朝廷についた、説得に応じたとこういうことなんですね。こういう感覚って今日の感覚ではなかなかわからないので、ちょっと残酷なのをご覧いただきますけれども、時代の危機感、幕末の血生臭い状況を表すこうした晒し首、見せしめで京都三条大橋のたもととか町外れに掲げられたんです。かつての学生運動の打ち毛場どころの騒ぎではない、一つ間違えばまさに血で血を洗う構想となるわけで、歴史上の人物の決断の背景にはこういう時代の空気があったんだということを知っていただければと思います。ということで、義勝最大の功績は官軍の江戸進撃を、ほとんど抵抗なしに収めて民衆を戦乱に巻き込まなかったことということがお分かりいただけたかと思います。よくね、江戸城無血開城勝海舟を評価するという方多いんですが、義勝の決断というのはそれ以上に素晴らしいことなわけで、これまで見過ごされておりました。さらに義勝の名君たるゆえんはですね、この時期の決断にとどまらないんですね。新政府ができて新しい世の中になって職を失った旧藩士のために働いております。人口およそ2万の酪農が盛んな町です。町の鎮守は八雲神社、その御祭神は徳川義勝です。毎年命日にあたる8月1日、義勝を偲ぶ祭りが開かれます。役場、農協、そして商工会、町の主だった人たちが集まります。最晩年を迎えた義勝が心を砕いた職を失った尾張藩士たちの身の振り方でした。そのために北海道の開拓を思い立ちました。その生活を軌道に乗せるため義勝は資材を投げ打ち毎年のように届けました。その金額は合わせて8万円、今に換算すると50億円に上ります。かつて自分を信じてついてきてくれた藩士たちを最後まで気にかけました。北海道開拓というのは国家事業、国家プロジェクトでして、八雲町は義勝が新政府に頼んで150万坪の土地を払い下げてもらったものなんですね。青松葉事件で旧藩士同士の軋轢解消のためだとも言われております。また尾張に残った旧藩士のために地域振興にも尽力をしております。その一つがですね、御用商人だった伊藤次郎左衛門の呼びかけで設立された第11国立銀行といっても、これは民間の銀行なんですけれどもね、これに賛同したことで、義勝が賛同したことで士族たちが出資するようになったと。ちょっと難しい話に、経済の話をいたしますが、どういうことかといいますと、それまでの武士というのは家族、士族という身分になりますが、明治新政府は身分制度、つまり武士を廃止する代わりに
彼らに、それまでの俸禄をなくして一括年金を渡します。これが金禄公債、4年から6年分なわけですけれどもね、生活支援金、就職支度金というような意味合いがあったわけです。ところがこの士族の公債、国家財政の3分の1を占めるということで、国家にとっては大変な負担になっていたわけですね。それを生きた金にすればいいじゃないかと発想転換をしたのが日本資本主義の父と言われる渋沢栄一。士族の年金を資本金にして国立銀行を提唱し創立した仕掛け人でした。士族たちは各地域で仲間を募って債権を集め、それを資金として銀行の設立に乗り出したのです。渋沢の第一国立銀行に続けたばかり、各地の銀行は設立順に番号を名乗りました。第7国立銀行は土佐高知、第8国立銀行三河豊橋、以下設立が相次ぎます。明治9年の条例改正前には4つしかなかった銀行が、その3年の間に153を数えるまでに増加したのです。新しく銀行に勤めることになった教員のために幾度となく開かれた講習会、そうした席上でこれだけは忘れないでほしいとして渋沢は次のように述べるのが常でした。銀行は産業を起こすのを助けなければなりません。それが銀行の本分なのです。そしてこの時できた各地の銀行が地方に鉄道を行き渡らせ、幾多の地場産業を起こす原動力となって日本経済の礎を築いたのです。あの最後の将軍慶喜をちょっとけなしてしまいましたけれども、彼の功績は政権を返上した大政奉還以上にですね、家臣の渋沢を幕末の激動期にフランス留学させて先進国の産業経済を学ばせたことなんですね。彼は明治産業革命の基礎となる500余りの企業の設立に関わっております。何を言いたいかと言いますと、日本の近代化は徳川の人々の決断とその家臣の尽力によってできたということなわけです。義勝の家臣も東海地方の近代化に尽くしました。名古屋の渋沢栄一と言われたこの奥田正香というんですが、この人は紡績や電気ガスなど有力企業の設立に関わりました。それから鉄道運河など商工都市として、まあ、今の名古屋の発展の土台作りをしたのが吉田六斎という、いずれも旧尾張藩士なわけですね。それもこれも義勝が戦乱を起こさなかったおかげというところです。その義勝、晩年は東京移住を命じられまして隅田川のほとりに住んでおります。ちょんまげを切った義勝がレンズを向けるようになったのは下町の庶民の暮らしでした。義勝は殿様から一人の市民になりました。明治になって10年余りが過ぎた1878年9月、義勝の呼びかけで4人の兄弟が再会を果たしました。洋服を身にまとったざん切り頭の兄弟は一枚の写真に収まりました。旧幕府軍を代表し最後まで新政府と戦い抜いた片森、兄片森と行動を共にした貞昭、そして二人の弟を救うために奔走した持長、それぞれの志を持って幕末を駆け抜けた4人の兄弟、これが最初にして最後の集合写真になりました。この写真から5年後、義勝はその60年の生涯を閉じました。まあ、この映像から義勝は充実した人生を送ったというふうに思いたいんですけれども、武士としてかみしめたことを示すエピソードを最後にご紹介いたします。義勝がこの世を去った後、
手文庫の中から発見された写真のガラス原版があります。それは片森が戦った会津若松城の写真でした。激しい砲撃で白壁が崩れ落ちた会津若松城義勝は誰にも知られることなく生涯この写真を手元に大切に置いていました。まあ、城というのは単なる文化財ではなく先人たちの思いのこもったある種玉手箱であり歴史アルバムでもあるということなんですね。義勝にとっては藩主として日本の将来を見据えて民衆のために尽くすというのは当然なんですけれども、御三家筆頭徳川武士としてやりたくてもやれなかったことを弟の松平かたもりがやってくれた、彼への慈しみと詫びということがこの最後の写真に込められているというふうに私は思っております。まあ、明君の背後にある人間的な苦悩とか心にやさを垣間見るところにこの歴史を学ぶ面白さがあるんじゃないかなというふうにも思っております。